ルドルフ・クジェリン、ヨハン・ルドルフ・チェーレン、スウェーデンを、ヨハン・ルドルフ・クジェリン、ルエヌ、1864年6月13日から1922年11月14日は、スウェーデンの政治学者、政治家。地政学という言葉を最初に生み出した人物として、知られる。1864年6月13日に、ベステルイエートランド地方のトルセイ島に生まれる。 チェーレンは1880年に津からのギムナジウムを卒業し、同年ウプサラ大学に入学した。1891年にウプサラ大学でドクトル・オブ・フィロソフィーを取得し、1890年から1893年まで同大学で講師を務めた。また、1891年からヨーテボリ大学で教鞭を取り、1901年から1916年まで、 同大学の政治科学と統計学の教授を務めた。保守派の政治家でもあり、1905年から1908年までは、リクスダーゲン第二院の議員、1911年から1917年までは、同議会第一院の議員を務めた。1922年11月14日に、ウプサラにて死没。j l ンは、フリードリ・ヒラッツェルに学び、その教えを受けて、 国家有機体説を発展させていくこととなる。ェレーンは地政学という言葉を生み出し、国家を人類の一団とその有機的構成部分たら、占められた大地の一辺であると論じた。国家の自然的境界は、海の境界がありそうであるとして、大陸国家が海洋進出を目指すことは自然なことと考えた。彼の考えの基本は、1900年に、 ヨーテボリ大学での講義をもとにしたスウェーデン地理学入門という本で紹介されている。1916年に出版された生命体としての国家はチェーレンの国家論に関する最も重要な本と広くみなされている。この著書では国家は以下の5つの主要な側面から構成されており政治科学的学問分野の研究対象となるべきであると主張している。 領域としての国家は、地政学によって研究されるべきである民衆としての、国家は、民主政治学によって研究されるべきである。経済としての国家は、経済、政治学によって研究されるべきである社会としての、国家は、社会政治学によって研究されるべきである。政府としての国家は、組織政治学によって研究されるべきであるチェーレンは、国家を、単に法的に解釈することに意義を唱え。 国家と社会は対極にあるものではなく二つの要素が合わさっているのだと主張した。国家には法と秩序に対する責任があるだけでなく、社会福祉、経済福祉に対する責任もある。また、チェーレンは国家が経済的に自給自足できる状態であるアウタルキーを提唱した。チェーレンにとって国家が経済的に自立することは、 経済政策上の課題ではなく、政治的問題に対する解決策であった。輸入への依存は、国家が、経済的に自給自足でないことを意味していた。市であるラッツェルや、アレキサンダー・フォン・フンボルト、カール・リッタラと共に、チェーレンは、国家有機体説の基礎を築き、これを熱烈に支持して継承したカール・ハウスホーファーが、ドイツ学派を形成した。 チェーレンの思想を広く採用したカールハウスホーファーは、経済政策には関心を示さなかったものの、アウタルキーを主張した。絶えず争いに巻き込まれる国家は、自給自足を施行するのである。その後地政学は、ズビグネフ・ブレジンスキー、ヘンリー・キッシンジャーらによって、米国で再び花開くこととなる。ありがとうございます。